いました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。リバプール対パリサンジェルマン、この試合注目は何といってもロベルト・カルロスですよね。そうですね、ロベカルといったらやっぱりあの長い助走からの弾丸フリーキックですよね。そうですね、あのフリーキックですよね。どうだこのシュート、アリソン。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。コーナーが続いています。パリサンジェルマンは2本目のコーナー、リバプールはまだコーナーキックがありません。フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。これは先に触ります。さあここでカウンター。さあトーレス、さあブンメニゲ、シュート先制、パリ・サンジェルマン。今のゴールディフェンスに当たって軌道が変わってしまいました。さあパリ・サンジェルマン、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いやこれはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうダイレクト。いやよく止めましたよね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。ジョアン・カンセロが体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。セカンドボール拾いたい。ここは競り勝ちます。動きましたよ。自分で行く。さあ上げる、中央へヘディング。もう一度決められてから、北澤さん、またすぐでしたね。いやすごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。ホーランド、ここはいい位置に詰めていました。いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないととっさに反応できないんですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。これで今日のゲーム面白くなってきました。さっきの失点で下を向かずによく追いつきましたよね。気持ちの切り替えが素晴らしかったですよね、はい、このままもう1点取りに行きたいですよね。ネイマールからムバッペ、大きく蹴り出します。スペースを狙う、フェルナンド・トーレスに渡る。フェルナンド・トーレス、おー惜しい。見事なプレーでチームを救いました。パリ・サンジェルマンは3本目のコーナーになります。ミドル、うわ打ち抜いた、ゴール決まった。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。シュート、アリソン。ソン・フンミン、組み立てながら攻め上がっていく。これ出るか。さあ左サイドへ、ボックス内へ、
ソン・フンミン、ファンダイク、このボールをカットします。フェルナンド・トーレスからネドベド、シュート決まった、追加点、パリ・サンジェルマン連続ゴール、一気に畳みかけます。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート、いやこれは巻いていくシュートのイメージができてましたよね。そこにきっちり決める技術もさすがですよね。ルンメニゲ、今日2点目のゴールです。さあパリサンジェルマン、勝利へと導く1点となるのでしょうか。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。カンセロからファーサイド、シュートこぼれます、シュート、さあ右へ預けてインターセプト、シュート来た、追加点、パリ・サンジェルマン怒涛のゴール、勢いが止まらない。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあパリ・サンジェルマン3ゴールリード、いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。ダービッツからルンメニゲ、ここで笛、前半が終わりました。パリ・サンジェルマン着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。かなり一方的な前半になりましたね。ここまで点差が開くっていうのも珍しいんですけどね。リバプール対パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマンが3点リードで折り返します。後半ゲームはスタートしています。再びクロス、頭で来た、防ぐ、おっとクロスから合わせましたが及びません。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。おっと来た、シュート、少しの切り替えも早いでしょ。ポーランドからソン・フンミン、スルーパスを出す、アレクサンダー・アーノルド、ここはカットします。ベッカム、アレクサンダー・アーノルドへ、ルンメニゲ、ボール入るか、ファンダイクから縦へ、ダービッツからカンセロ、上がると呼んでいた、シュート、アリソン、こぼれた、拾えるかな、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。パリ・サンジェルマンは5本目のコーナーキック、カンセロが受ける、さあ打てるか、シュート、セカンド拾えるか、ボールが迫る、シュート、キーパー好セーブを見せています。さあカウンターのチャンスになります。抜けた、アレクサンダー・アーノルドからソン・フンミン、タイミング合いませんでしたね。どうだ、裏を狙っていきます、
うわ、展開早くなってきましたね。アレクサンダー・アーノルド、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。パリ・サンジェルマンとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいい。シュート、ー詰めてきた。うお、決定機を阻止しました。パリ・サンジェルマンは今日6本目のコーナー、ムバッペ、ムバッペシュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。まあ、もらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。まあ、寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。裏を狙う、裏へ届くか、さあチャンス、ベッカム、ファンダイク、このボールに触ります。ネドベド、抜けた、来た、追加点、パリ・サンジェルマン、さらに突き放します。ネドベド、ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。そうですね、やっぱりドリブルでの崩しはシンプルですけど、ゴールの確率は高まりますよね。まあ、そうは言っても簡単だ。頭だ、頭で合わせに行きましたが、決めることはできませんでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。アレクサンダー・アーノルド、スルーパス、抜けてくる、スルーパスを狙う、どうだ、クロス、これを読んでいた。さあ、カウンターを仕掛けます。ソン・フンミン、ソン・フンミンからホーランド、これはチャンスだ。おっと、これはミスになる。ベッカム、パリ・サンジェルマン、カウンターを仕掛けます。アレクサンダー・アーノルド、このボールをカットします。厳しくチェックします。いや、展開早くなってきましたね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ポーランドから左へ、いいボールでしょう。ベッカム、さあ一人で持っていく、ムバッペが受ける、ムバッペからのパース、ムバッペからベッカム、クロスを折り返す、決めた、パリ・サンジェルマン、今日は止まりません。クロスから頭で合わせ、決まりました。あのクロスも見事でしたね、よく合わせてきましたよね。オーレス、今日2点目です。ナンバー18、フェルナンド・ロ